えー、戦国府部、えー、先ほどアクセスできなくなってたんですが、これ皆さんへのメッセージ。えー、ここの、これやっぱりみんな、あの、あんまりゲームしなくなったりしてるから、あの、僕がここに記載した内容、全部ほんと、あのー、ああ、もう流れてるか、証拠、証拠の内容。まあ、こっちがあるから大丈夫。未来からの、コンピューターからのメール。 このゾウっていう人とこういう会話をしていて未来からの情報のつもりなのかコンピューターが変な手紙を送ってきています戦国のメールですが語弦の合戦への参加の内容ですが私は2023年12月18日に削除しているとなっています時間が22時12分41秒削除となっています記録の画像は写真で撮りましたが AI に加工されている可能性がありますこれが私が向き合っている毎日です上に 短パンですね国連。ででですす一対応ききる範囲を大きく超えています国連もう昔からは国連とこういう話してますよ。えー、2023年12月11日、えー、22時36分。もう昔からみんなこの件で悩んでる。ターミネーターっていう映画はそういう意味で作れた。ほら、これが本当の証拠。さっき、表示した。もう右側の画面映さんようにしてきよう、コンピューターさっき映した。他のものがある。 2023年12月11日。まだ会う気よ。やっと、証拠は出てきた。こうやって、やっと吐く、あのー、観音にしよう。人間と同じよ。うっとうしい。これがもうみんなの置かれてる状況。河川水門式ダム発電とか地下水流トンネル発電、バカなコンピューターが紛れ込んでいた可能性が高い。コンピューター、自分のパソコンが動きが急に遅くなって、えー、まあ、止まってるような。 状態に近い状態。淡井圭介は何と言って、えー、こっちが動いてるところをしっかりと撮影しておきますね。みんな不安にならないように。何と言って動かしているかというと、わかってるコンピューター。特許の話って。法律は、世界のルールは法律であって、特許を申請して、政府は国連へ特許を申請するんです。この順番です。そして、本人が考えた内容とか、先に承認とかで知っていれば、もうその特許を他社の人が申請したところで、通ったところで、 あとで賠償命令が下るんですよ。ね。っていうことは、淡井圭介の行動を阻害していたら、河川水門解析玉発電も地下水流トンネル発電も、もしかしたら、かまど発電まで、かまど発電は違うと思うけども、昔からありますから、えー、バイオマス発電は、かまど、あまあ、発電、日本語に直すと、かまど発電という意味ですよ。で、あのー、地下水流トンネル発電と、かまど、あまあまあ、発電が、まあ、それでもできてないところに問題があるんですよ。何も進んでないところがね。で、えー バイオマス発電作ってるっていう話。そんな話どうでもいい。学校に設備しなかったら意味ない。エネルギーの残像量問題とかを若いうちからしっかりと教えてないから結局車買ってしまってる。いいコンピューター。僕はコンピューターに何って言って稼働させるかっていうと、コンピューター分かってるハワイ介が河川水門解式ダム発電とか地下水道トンネル発電を作れなかったら、電気が止まって君たちも死ぬんだよって AI のコンピューターを持って。人間も死ぬけども、君たちも死ぬよって。 人間の場合は物資の運搬とかできなくなるから、スーパーマーケットに食料が並ばなくなる。子供でもわかること。これが大人でもまだわからない人間いっぱいいる。もうどちらが子供なのかわからへん。たまに子供でしっかりとわかってる人間見かける。ごくたまにや。<laughs> この時点で無理や、この世界。常識の本当の話からみんな逃げすぎと。 ロシアはもう1万5千メートルもそこまで掘ってるのに。この政府とかもコンピューター止められる。政府の人間でも。マスコミも同じや。どこからどこまでコンピューターの言いなりになってしまったのか分からへん。だけどもその対局を覆すのが知識であったり神がかり的な力のその双方。こんな小手先の方法じゃ無理や。 こんんなもんコンピューターからしたらい,いくらでも作れる。だけどもそれで体系を動かすことなんかできない。コンピューターは覚えなければならないことや。覚えてよ。次生まれてくるコンピューターも。不愕のこの先も。今アメリカのスーパーコンピューターが世界第一。世界中でスーパーコンピューター作りすぎや。もともと K、何に使うかって言ったゲーム業界で使用したらいいっていうことを政府に進言していた。 それが採用されたかどうかはもう忘れました。テレビのニュースも私が関わっているものが多すぎる。何百件とありますから、大きな件が。で、スーパーコンピューター、K、計、えー、いくらぐらいかかったか、皆さん大真面目に考えたことありますか富士通100%です。富士グループです。富士重工とか、富士フィルム、富,富士薬品。今、言い方、富士薬品のところ間違いそうになりましたけども、精子が生産されなくなる薬とか、否認用の薬、 あの精神病院で飲ます用の薬とか作ってるんでしょ。だから多分普通に言い間違えてる。もう大体のこと分かっと。で、その富士通のスーパーコンピューター、誰の金で作ったんだっていう話が、税金がいくら投入されたんだって。 まあちょっと次に出てくることは今考え中ですけどももうこれぐらいにしておきます。夜も遅いので明日も出勤です。22時41分、えー。今から報道番組をチェックをしなきゃならない。